はい、お疲れ様でございます。いくいく選挙チャンネルいくちゃんです。今日も早速動画始めてまいります。今日はですね、1月の17日、水曜日です。ええー、まあ、ちょっとですね。前のニュースになりますが、はい、ええー、静岡県川勝知事です。 久しぶりです。私、川勝知事の件、扱うのは久しぶりです。えー、はい、川勝静岡県知事のああいえばこういう15回目、能登半島地震、ね、被災地支援に向けた会議を欠席ということでお話ししてまいります。まあ、あのー、の ここのところ、川勝知事のニュースはまあざっと斜め読みしていました。うんまあ、この人、結局、リニア通さないというだけですから、それに、えー、知事の言い方が変わったとか、追い,もう追いかけてもしょうがないんですよね。反対ありきの人ですから、結局はもう知事の座から下ろすしかないわけで、うん、それを。 まあ国ですよね、国交省、それから、えーまあ、県ですよね、県がちょっと、今の支持母体の方々も考えていただいて、次のし選挙ですか、まだあのやっぱり違う人を立てて、もうちょっと話を進めないと、どうにもならないと思ってるんですよね。ですから、まあ、川勝知事の言動をいちいち追っかけるのはやめました。はい、でこの知事を置いていてる 結局は政権側、国交省、それと、まあね、総理、はい、この人たちが何もする意思がないということを、おおまあ、それが結論かなと、まあ、静岡県の自民党だけではどうにもならないんであれば、あーね、党中央が動くべきですが、まあ、そういうことを全く考えていないということで、相変わらず、 自民党の批判はしたいのですが、ちょっと今回ですね。この合宿交換会に出て、え能登半島被災地支援に向けた会議というのを欠席したことはですね。ちょっとひどすぎるかなと思いまして。お話し、えー、します。ま餓、あ、死交換会ってまあ新年の挨拶ですよね。多分、その静岡県の関連まあ、マスコミだとか。 まあなん出入りの業者があるか知りませんが、そこでまあちょっとお、まあ、乾杯するんだか、まあ、今時しないのかな、えー、そういう会がありましたということですね、まあ、もちろん、それが終わった後は二次会的なものはあるんでしょうが、そちらを優先して、能、え、登、ー、半島の、うん、地震の被災地支援に向けた会議というものを欠席したと、で代わり、代役を、まあ、県の職員を立てたと。 いうことだったんですね。で、それをですね、記者会見で追及されましたが、県は先行して救援に入ったと。あとは会議で話を聞くだけだから、えー、特に問題はないんだということで自分の行動のを正当化、正当性を主張したんですね。まあ私はですね、これ能登半島の四川県っていうのはですね、まあちょうどこの日本海側と 太平洋側とで、えー、もう本当になんか対照的というか対をなすような、あのー、地形、はいえー、で両方,両方とも両地ともむしろ静岡県の方が、えー、これからの地震大きい地震に見舞われるその危険性が高いわけでそういうことをですねもう救援に行く手配したからは俺は行かないでいいっていうこととは違うんじゃないかと思うんですね。 あの静岡県とね、今話しましたように、石川県って私はよく似ていると思っていまして、えー、特に野登半島と伊豆半島、条件がほとんど同じですよね。野、え、登、ー、半島もまあ地震は言われていましたよね、まあ、10年以上前からあ地震に見舞われていましたね、震度6程度の、まあ、今回ほど大きいものではありませんでしたが、えー、被害がありました。それととと幹線道路が脆弱というところでは まあえー、静岡県もですね、まあ、一応、えー、半島をぐるっと回る国道は通っています。で私、ですねどちらも一周したことはありますが、えーまあ、石川県に比べれば静岡県の方がまが、あ、道はいいのかなという気もしますが、えー、真ん中の山もですね、真ん中を貫いている、うんまあ、箱根から。 あずっと南下していくなんとかスカイラインとか、それから下田に抜ける道などもありますが、どちらも本当に急し、えー、な山道をですね、えー、行くんですねで、特に海岸線、西いい、西岸ですね、伊豆半島西岸は、西伊豆はですね、あのー、半島の付け根の沼津市あたりから、それからあ、えー、南伊豆ですね、もうそちらは本当にすごい道なんですよね。 まああのー、その道を目指してオートバイツーリングの方が行くようなそういう道ですね見通しも悪いところもありますし、えー、道の狭いところも多いですで,そ、うん、ですがその、あのーあのー、山と山の間、まあ、入り江ごとに、えー、そ村落集落もありますからね能登、えーまあ、半島をもうちょっとこう規模を大きくしたような あ人口規模も能登半島より多いでしょうし、もしこれでその道が寸断されるようなことになったらどうするのか、そういうことを考えているのか、あーまあ、考えていたにしても、今回の件は非常に参考になるはずで、ひと事としてね、えー、手配だけ、救援の手配だけしたから、じゃあ、顔出さなくていいかっていうのはちょっと違うと思うんですよね。 でえーまあ、静岡県伊豆半島、特にです、ねえー、石川県より厳しいのは、もう本当に今申しました通り、山が本当に急しゅ山で、山深いと、それと富士山がありますよね、でもしその噴火でもありましたら、あねえー、沼津辺り、三島沼津辺りがあ被害を受けるでしょうし、 当然伊豆半島にだって影響はありますよ、まあ、そういうことを考えると被災地、ね、これからもですよ復旧するにしても参考にすべきことはたくさんあると思うんですよね。そこをですねやっぱりこう欠席してしまうというね、えー、県の職員代わりに送っといてあとよろしくっていうこの姿勢は、えーまあ、あのまず。 そうですね伊豆半島を軽視している、伊豆半島の県民を軽視している、それと、まあ、以前もありましたが、御殿場ですね、コシヒカリ問題というのがありまして、御殿場の広報をですね、御殿場なんか、コシヒカリしか,かれ作れねえんだって言ってしまった失言がありましてで、これをもう二度としませんと、また同じこと言ったら、ね、実食しますよって、まあ追いつね、そういう失言がありました。まあ、結局ですね えー、まあ、西を県のね、西側を静岡県とこう東西を、幅広い、えー、ですから、西側はまあ浜松、静岡あまではあ重視するが、東はなんかこうね、見捨てるような、見捨てられてるような感覚ですよね。結局は西も東もないんですから、私は県民を軽視していますし、 もう一つまあ言わせてもらうと、国自体もこの人の発言っていつも軽視してると思うんですよね。で、まあ、なぜ軽視してるかというと、リニア新幹線ですよ。で、リニア新幹線が、まあ、東京、大阪がわずか1時間、これはですね、日本の大動脈がまたもう一本バイパスが通るんですから、あーこれは絶対に必要。まあ、よくトンネルが多いから、こんなの景色も良くないし。 え無,無用だとか,なんか言いますが、言われる方いますが、これはあんまり観光というよりは、東京と大阪を結ぶビジネスのお、ね、交通機関ですね、ビジネス目的ですよね。えー、でこれを、ね、やっぱ阻止しているというところに私は国を軽視、国益を、あのーねえー、既存していると思いますで、えー。また大井川の工事についても、 動植物の環境などを言っていますが、指摘されていますが、では、じゃあね、あの新幹線に乗っても、東名高速を走っても、もうやたらとソーラーパネルを、ね、立ててますよね、えー、それはどうなんだと、えー、そういうところでは山崩れは起きないのか、そこにいた動植物はどうなったんだということですよ。やはりりこの辺に矛盾があります ででこの人、意外とですねこの知事、あの箱物好きなんですね。まあ、日本平に夢テラスっていう,う箱物を作りましたし、まあ、この他にも,もういくつか作ってきてるんですね。それとですね今は浜松にドーム球場を建てるという話があ持ち上がっております。ここれもウミガメの産卵地にに近いんでですよねでそこに えー、そういう大きい施設を建てるのかということで、えー環,境ねえー、その環境破壊を問題視されています。まあ、あのドームにすれば照明が漏れないが、あーまあ、ドームでない場合は、えー、照明が漏れると。そうすると、おウミガメが産卵に、えー、来なくなるとか、あまあ、 影響が悪影響があるんですってね。はい、ということでそういう動物保護の方々が今ははんあの反対しています。でまあ、そもそも静岡には草薙球場という伝統ある球場があってそちらをリニューアルするべきじゃないかとわざわざ浜松に球場を作る必要があるのか静岡県がじゃあまあプロ野球球団に誘致するんですかということですが、まあ、それもないでしょうと。なんで浜松に 球場を建てるのかというと、まあ、ちょっとですね、まあ、別に確たる証拠もないので、で、まあ、箱、え、物、ー、がすべて悪ではありませんが、ちょっとなんとなくですね、えー、今までの流れから、それと浜松球場をこうご利用し的なことをすることについて、ちょっとね、えー、静岡のことに詳しい方、何かあったら教えてくださいなんですが、えー、まあ、よその、 あのよそ者ではありますがこれはちょっと不審に、えー、感じてしまいますまあ、これですねどこかというと東京の品川です、えー、こちらの奥手このあたりがですねこの画面の奥が品川駅ですですからここから新幹線の今ね、えー、東京の次は品川駅ですよねそれとこの地下に今、えー、リニアの駅を作ってるということですね でこれ、ビルがたくさん建ってるんですよ。これ、キャノンで、えー、っと、これが大塚商会だったかなあ。で、まだこの辺りですね、品川からまたさらにあのもう一駅北側のお高輪ゲートウェイに向けて、えー、今、あの建設ラッシュなんですよね。で、今、東京の中心が、まあ、私見てると、その東京・大手町丸の内あたりから、 あのー、この品川駅の方にこうに移行してきてる感じがするんですよね、そうすると、東京、大阪に、えー、拠点を持っている企業は、まあね、品川にも1個欲しいでしょうし、そうすると、またこれ、日本のですね、あのー、この経済をのど経済的にこう大きく発展するためには、やっぱ品川駅は非常に重要だということなんですよね。 えー、東京、名古屋、大阪を結んで、もうね、もう一回日本発展させましょうというところなんですよ。で、それをお川勝知事は今、実際はあ、それについてリニアを阻止しているということは、日本の発展を阻止している、日本を発展させたくないのかなと、こう私は疑っておりますが、皆さん、いかがでしょうか。はい ということでございまして、えー、ね、次の、えー、あ、ちょっと一つ言い忘れました。戻りますね。そうだ、そうだ。あの、結局、この新幹線の増便ですね、リニアが通ることで、新幹線の、まあ、ああのー、望みを、おまあ、ああの静岡県内にも止めるようにするのか、まあ、 えー、望みの分がリニアに移行すればその空いた、えー、時間あの瓶を光だ玉入れるのかまあここはやはりリニアを通してリニアと引き換えに新幹線増便を迫るのがやっぱり私は政治家の仕事だと思うんですよね、えー、そこを交渉していくうそれが結局リニアあの 通してて別にに静岡県ってそんんなな損はないんですよね、うんまあ、メリットもリニア自体のメリットはありませんが、リニアを通したことで、新幹線増便迫った方が、県にはメリットあるんですよねで。こんなに県民を軽視して、それから、ね、県のメリットになることを進めないという、こういう知事をですねいつまでも勝たせている。おまけに あの前回の選挙結果も見ましたが、御殿場市も伊豆半島も結局、どの選挙区でも川勝知事がほとんど勝ってるんですよね。なんで勝たせるんですかね。雰囲気ですかね、この静岡のために国の戦ってるっていうイメージがもしかしたらあるかもしれませんが、静岡県だって日本ですよ。うん、まあ本当に静岡の財界も えー、静岡県民の方も私は申し訳ありませんがちょっと気が知れないというか、まあ、建設関係で、ね、潤う方その箱物で潤う方がいるのは、まあ、そんだったらその気持ちは分かりますが、まあ、浜松にドーム球場できたところでそんなに町が発展するとも思えませんし、ね、今球場だけ一個ポコッと作ってもだめじゃないですか。あのーね、日本ハムの お見,習わ見習ってね、えー、日ハムの,あの新しい球場、要は宿泊施設からあ、まああのね、野球のない日も楽しめるようなボールパークっていうものですか、そういうことが必要なのであって、ぽこっと1個球場を建てたところで、別に東京ドームってそんなに発展してませんよ、もともと周りに後楽園球場ありましたけどね、でまあ、ホテルも建てましたが。 まあ,ね、あそこはあの普段野球しない日は全然入れませんし、特,特に目新しいものも,もう今となってはありませんからね、あれと同じようなものを建てても、別に静岡県にとっても浜松市にとってもそんなにメリットがあるとは思えないんですけどね、などうですかね、もしできたら命名なんてするんですかね、えー、と鈴木自動車ドームとか、あ鈴木ドームとか、ヤマハドームとかって。 つけるんですかね。はい。ええー、まあここだけ <laughs> 言わせてください。だから本当に静岡の財界もそれから静岡県民にもこの人かなんかのためになってんのか全く意味が分かりません。さてさて、ええー、次のえー、まあ、選挙ですね。知事選、えー、静岡県の知事選は来年ですか。で衆院選も。 この震災でしばらくはないでしょうと、おそらく人気いっぱいまでいくか、あえー、今のー、この、能、ま、登半島が収まってから夏秋以降になるか分かりませんが、ぜひですね、皆さん、選挙に行かれてですね、えー、投票率を上げて、えー、皆さんの我々の意思を示しましょうよ。おね、えー、まあ 組織票を持っている一部の人のために仕事をする議員さんたち、同じ当選するにしても、もうちょっと冷や汗か欠かせましょう。はい、それと、衆院選では、えーねえーあの、最高裁の裁判官、国民審査がございます。こちらはですね皆さん、ぜひみんなで、罷免、罷免、免に丸を、チョンをつけましょう。 えー、経産省の自称女性、自称女性、えー、手術は受けていない自称女性をトイレ、ね、女性トイレ使うこと、と、はい、いうことに判決下してしまいました。はい、これが、えー、悪霊になると思われます。すでに事件も起きています。そういう事件を助長すると思われますし、何よりちょっと最高裁の裁判官が浮世離れしていて、 えー、あの書面だけ見て、何のために仕事をしているのかどあの、そういう解釈をしていいのか、国民のためにならない、女性のためにならない判決を下していいのか、やはり感覚的におかしいので、ちょっと最高裁の裁判官はですね、全員罷免しましょう。はい、ということでございまして、本日の動画は以上とさせていただきます。 ありがとうございます。最後までご覧いただきありがとうございます。失礼いたします。